この穴にこうやってね詰めていくんですよ。こんな感じ。はい、どうも。ちょっとキレが悪いな。もうワンテイクいっていいですか。はい、どうも、料理のお兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、今日もやってきました、お笑いずっこけお料理チャンネル。皆さんのおかげで100万人突破しました。ありがとうございます。登録、このチャンネル100万人突破記念とか全くやらないチャンネルなんですけども僕が陰キャのコミュ障なので、誰もゲスト呼べないっていうね今後はね、コラボ企画とかねさせていただきたいなっていう風に思います。私まだ一滴も飲んでないんですけども、今回はそんなシラフの僕でも一発で酔える牛脂おつまみカルボエッグっていうのがあるんですよ。料理研究家になってから初期のレシピです。これ材料もなんとね2つだけなんですよ。卵とベーコンだけ。ということでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。カルボエッグを作るためで非常に重要な点があります。非常におつまみ向きになってます。ことさら酒造料理研究家の僕としてはやっぱりおつまみでいきたいなっていうところがありますんで、準備運動が必要じゃないですか。まずウォーミングアップをしていきたいと思います。うまく入れていきます。いきたいと思います。いきます。ハイボール。あ、いいですね。健康的な準備体操も終わりましたのでやっていきたいと思います。 L サイズ卵、水化の場合これで沸騰してからね、だいたいね7、8分で固ゆで卵になります。ちなみに沸騰したお湯からやる場合だと10分から心配な方は12分ぐらいやっといた方がいいです。それぐらいで固ゆで卵になります。今回は必ず固ゆで卵、半熟じゃない卵にしてください。卵の芯まで火が通ったものですね。20分ぐらい、茹でて、固ゆで卵にしていきます。はい、こんな感じでスライス、した後にですね、細切りにするんですよ、これね。はい、細切りにしていただいて、細切りにしてからこうやって横にねこう切っていくんです。そうするとね、細かいねダイス状になるんでね、これで、フライパンで一回いっていきますね。はい、そうしましたら、ベーコンはですね、これでねいっていきます。ちょっといってね、ベーコンに香ばしさをつけていきます。あんまり皆さん知らないって言ってないんですけども、僕ら3人チームでやってるんですよ。常にね3人いるんです、この場で。みんな友達同士でやってるんで、ね、和気あいあいでやってます。友達同士でやんないとあんな無様な姿見せらんないよねこんな感じでジュワッとしてきたらですね、これはこれで、もうちょっと置いておきます。もう固ゆでにしたゆで卵があるので、こちらはを剥いていきます。ケツにひび入れてこうやって剥くと非常にうまく剥けます。こんな感じね。こんな感じですね。ゆで卵なんですけども、半分に切ります。半分に切るとほーら、どうですか、超綺麗な固ゆでになってますね。こやつもまあ、こんな感じですね。はい、いい感じで黄身だけ取るんですよ、これ、はあ、こうやって優しくね、うまくいくとこんな感じで、はい、こんな感じ。ベーコンをここに入れていきます。あのね、油ごと入れちゃっていいですよ、はい、油もね非常に美味しくいただけますんで、このカルボエッグだと。そしたらマヨ、大体ね、大さじ3ぐらい。で、これね、お塩、ひとつまみぐらい。混ぜていきます。よく混ぜていきます。ちょっとしょっぱいかなぐらいで大丈夫です。僕のレシピって結構しょっぱめに作ってあるんで、お塩の量とかで調整してください。薄味が好きな方と濃い味が好きな方ね、結構いらっしゃるんですよね。この穴に、こうやってね、詰めていくんですよ。こうやって。こんな感じ。これでね、白身どうしたらいいですかって言われる心配はないですね、今回ね。これね、さっきね、ちょっと薄く、茹でて割れてしまったのがあるんで、僕がこれでうまっ。作る人 の特権ってつまみ食いなんですよね、皆さんね。つまみ食いで飲むのがね一番マガ。最高。盛り付けいきたいと思います。キャワイクやってくださいね。夢川系なんで。35のおっさんが作ったとは思えないですもんね。これチーズはもうね適量、はい、あのパラパラっとね。あー、かわいい。
かわいい梅皮。黒胡椒引いちゃいましょうか、はい、カルボエッグですからベーコンと卵と胡椒なわけですね。胡椒はね、なるべくこうパリッとかけていただいた方が、はい、非常に美味しくいただけるんでね。くさえりをかけて、あー、はい、梅皮カルボエッグの完成です。はい、それではですね、できましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。手づかみでいきたいと思います。いただきます。おお、ああ。夢皮の皮をかぶった化け物ですね。パンチが強い。ベーコンのパンチも効いてて、チーズも黒胡椒もガツンと効いてますんで、非常にですね、おつまみ感が強いです。うん、これめっちゃうまいな。最近のおつまみの中でもダントツかもしれない。あー、うめー。これは味変換風ジェネレーションいきます。タバスコですね。はい、タバスコちょっとねかけてあげると、頬張って、チリカルボエッグ。見た目はすっごい夢川おつまみなんですけども、中身はモンスター、とんでもない化け物を生み出してしまったぜ。おつまみランクかなりトップレベルですこれね。これほんと美味しい。ということで皆さん、めちゃめちゃお酒も進めますんで、ぜひ試してみてください。さて、でも喋りたいことあったら喋っていい。そんなない。最近セット喋るようになってしかも割となんか好感度高いっぽい好感度高い、徹夜好感度高いっていう、そういうチャンネルだ。